早くて楽ちん。トーンの張り方あれこれ講座。皆さんこんにちは、ゆきのこです。女子のゆきんちです。今回はまたまた基本、トーンの張り方を解説していきます。そんなに今更教わらんでもいいよ。まあそうなんだけど、ちゃんとした講座探したら意外となかったから、改めてじっくりやってみます。前半に基本の張り方とキャラでの実践、後半で背景へのちょっとした応用をやっていきます。それでは基本の張り方をやってみます。まず最初にちょんと選択範囲を作ってから、トーンレイヤーを作成しまして、バケツでベチャっと塗って完成。ちゃんと貼れてるかを、このあたりでマスクを表示非表示を切り替えながら確認します。ショートカットに、レイヤーメニューの、レイヤーマスク、マスクを表示を登録して、ワンタッチで表示非表示を切り替えできるようにしておくと便利だね。次は基本その2、でっかく塗ってから、透明色のバケツで余分なところを消す方法です。おー、雑にさっと素早く塗れて良いね。次は、囲って塗るツールです。ここの対象色を、上から5番目の、黒に囲まれた部分にして、狙ったところを加工と自動で塗ってくれます。おお、これもカットできて便利だね。あ、あとバケツなんだけど、こんな風にバケツでドラッグすると、線を飛び越えて塗ってくれるよ。おお、クリック連打しなくてもいいんだね。それじゃあこれらの貼り方を駆使して、こちらのキャラにトーンを貼っていきます。寒空の中コーヒーで手を温めている女の子だね。線画はこんな感じでパーツ分けしてあります。線画が分けてあるとトーンを貼るときに少し楽できるのです。トーンを貼る前にキャラが背景と重ならないように、キャラに白でマスクを作っておきます。このマスクは後でキャラに縁をつけたり、マスクから選択範囲を作ったりするのにも使えます。トーン用にフォルダを作って合成モードを上段にしておきます。グラデとかグレーのトーン貼った時に線画が消えないようにだね。準備ができたので、髪のトーンを貼っていきます。髪の線画以外を非表示にして、囲って塗るツールでざっくりと塗ってから、白マスクを選択、選択範囲を反転、消去でマスク部分以外のトーンを一括で消去します。他の線画を表示して、濡れてないところを塗って、余分なところを消して、3分くらいで髪のトーンが貼れました。大雑把に塗ってから細かいところを貼ってくと、早く貼れるんだね。コートも同じように貼っていきます。他の部分を非表示にして、大きく塗ってからバケツで消します。細部は普通にバケツ塗りします。髪とトーンが重なってしまった部分は、髪のトーンをコントロール押しながらサムネクリックで選択して、消去します。マフラーは後でチェックの柄トーンを貼るんだけど、今は一旦置いといて、選択範囲レイヤーでマスクだけ作っておきます。大雑把に塗ってから、コートにはみ出た部分を、コートのトーンを選択して消去します。なるほど、髪もコートもそうだったけど、一度貼ったところを選択範囲としてうまく使えば、次のトーンは傾きみたいに、楽にトーンを貼れるんだね。そういうことです。レイヤーから選択範囲を作る方法は、以前の動画で詳しく解説しているので、そちらをご覧ください。最後に目とまぶた、コーヒーにトーンを貼って、基礎トーン貼り完成です。おお早い、7分くらいで全部貼れたね。次はベタを入れていきます。今回はトーンはほとんど削らないで、軽いベタ入れだけで仕上げます。最後に雪を散らす予定なので、ハイライトを白く削ると、雪と同じ色になって邪魔だと思ったからです。画面がうるさくならないように、キャラの仕上げはシンプルにするってことね。立体感は大げさな陰影でなく、線画と塗り分けだけで表現できるのが理想です。というのも漫画にはキャラだけでなく、背景や吹き出しなど画面にいろんな要素があるので、オブジェクト個別の陰影を表現するより、それらを識別しやすいように画面全体で、どのように仕上げるかを考える必要があります。今回は各パーツの中で明暗の差が大きくならないように注意しつつ、質感に差をつけながら、立体感が出るようにベタ入れしています。漫画の場合、実際の光の向きなどは一旦忘れて、キャラの向いていない方向にベタを入れると、画面が見やすくなることが多いです。今回で言うとキャラが右向きだから、左側にベタを多く入れると良いってことね。
今回はキャラ一人だけど、大人数のベタ入れするときは、このことを頭に入れておくと良いです。次はおすすめのトーンの削り方を紹介します。ベタとかトーンを削るとき、こんな風にそのまま削ってもいいんだけど。削りたいレイヤーを上山にしておいて、その上に白のベタ塗りレイヤーをクリッピングして描くと、元のレイヤーを残したまま、削りを入れた感じにできます。おお、これなら後でやり直すときに塗り直さなくてよいし、選択範囲作るのにも使えるねー。コーヒーの蓋のベタをこのやり方で削ってみるとこんな感じ。今回はトーンベタホワイトのレイヤー3枚でやってるんだけど、ベタと不透明度下げたホワイトトーンの2枚でも同じことができます。おお、黒髪のハイライトとかはこっちの方がわかりやすいかもね。最後に放置してたマフラーに柄トーンを貼っていきます。さっきの選択範囲レイヤーから選択範囲を作って、素材パレットから柄のトーンをドラッグ&ドロップします。おお、チェック柄のおしゃれなマフラーになったよ。これで完成でも良いんだけど、今回は一手間かけて、平面的な柄を立体的にしてみます。まず柄トーンをマフラーから大きくはみ出すように塗って、トーン化を解除してからマスクを適用して、ラスターレイヤーにします。それから歪みツールで、いい感じにホニャホニャさせて、マスクをかけてトーン化すると、いい感じにできました。さらにもう一手間かけてみます。柄のレイヤーをコピーして、マフラーの手前と奥で分けて、柄を少しだけずらします。おお、柄トーン特有の不自然さがかなり消えたね。まあさっきも言ったけど、柄は平面のままでも、漫画の画面全体で見たら不自然には感じないし、なんならそのままの方が見やすいまであります。それでも見せ場とかアップのシーンだと変に見えることもあるから、この加工の仕方は一応覚えておいてください。というわけでキャラのトーンが完成しました。おお、いい感じにできたね。次はちょっとした応用で、トーンを使って雪を降らせようと思います。トーンで雪を。まず背景にグラでトーンを貼ります。もうキャラに白マスクしてあるから、細かい塗り分けなしで雑に貼れるね。次に全体をベタ塗りレイヤーで白く塗って、トーン化して不透明度を下げてから、網の設定を、ノイズに変えて、ノイズのサイズを大きくすると、トーンの一粒一粒が大きくなって、雪みたいにすることができます。おお、一気に雪になったー。ちなみに、ノイズの係数を大きくすると、雨が降ってる感じにすることもできます。数値をいい感じに調整してラスタライズします。この時、ノイズのサイズが勝手に変わってしまうので、好みの仕上がりになるまでやり直しましょう。雪のアウトラインが少し硬いので、少しフィルターでぼかして柔らかくします。雪レイヤーをコピーして、縁取りして、ガウスぼかししてから、風向き方向に移動ぼかししてトーン化します。ぼかし方は以前の動画で解説しているので、そちらをご覧ください。次はキャラの上にも雪を降らせます。雪レイヤーをコピーして、キャラの上に持ってきます。変形で背景より雪を大きくして、キャラトーンのフォルダーにクリッピングします。キャラ上の雪も少しぼかしておきます。雪が見やすいように、キャラにグラでトーンを貼ります。瞳と鼻のハイライトを入れておきます。おお、なんだか臨場感が出てきたねー。最後にコーヒーの煙に白のグラでトーンを貼って、完成です。トーンの貼り方あれこれ講座、いかがだったでしょうか。素早く正確なやり方が満載だったね。正直言うとトーンはなるべく貼らないに越したことはないです。ちょっと、それならこんな講座やるなよー。トーンというか漫画作画には3つの壁があるんだよね。3つの壁？それは、認知の壁、作業の壁、印刷の壁。平たく言うなら見づらさ、書く大変さ、印刷の写らなさ。今回は詳しくお話しできなかったけど、どのくらいトーン貼るかは、この3つの壁と自分の書きたいものと、よーく相談して決めようね。よくわからんけどデジタルはトーンが楽に貼れちゃうから、要注意ってことね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。